けじとだ。おいしょ。はい。ありがとうございます。Hey!
Hey!
後で送るから。真正面は真正面。誰？ちょっと島だけだ。はい、チーズ。ちょっと、ちょっとごめんなさい。表紙持って写真一枚とできる。気に入ってるかいい。許可もらわないと。どこ行った？両親、写真だけ。両親持って。はよ。ごめんなさい、これは。うん、はい、チーズ。はい、チーズ。ありがとうございます。会長と一緒に撮るから。会長と一緒に。会長と一緒に。いいじゃん。見えるよね。一本ずつ持ってみたら、一本ずつ。はい、いいね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 。いくよ。はい、チーズ。OK。はい。
アップしてね。アップしてね。ごめんなさい、申し訳ない。すごいワールドワイドに。ありがとうございました。はい。ミカ、はい。あ、ごめんなさい。ありがとうございました。あと六。ありがとう。じゃあそのままとフェイスブックアップしてて、ありがとうございます。はい、このよしこことあと、もっと大きい見たことある。あ、はい、でも本当に大きいよ。でももっと大きいあるよ、2倍。1倍より。しょうがないで。鳥越ぐらい？あの鳥越も、惚れた大の方重いかもしれない。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。どうぞどうぞ。すいません、いただきます。鳥越結構大きいね、みんな、うん、でもこれ長さとそんなにでも太さあります。太いでしょ。今のどこが一番でかいね。私どこが作ったそのうち、どこだろう。埼玉県よ、わらびの方、何の神社だけし、だそうだ。水飲みたい。 あ、ごめんなさい。今は50人お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、食べる、ちょうだい。お水です。大阪フルーツトースト、これこれだけ、ありがとう、ありがとうね。ご親切にどうも。甘いよ、ジュースだこれ。おいしそう。一個もらっちゃって、ありがとう、センキュー。結構料理いっぱい出るね、ここ。俺も全部やらせてあげてるんだけどな。ちょっとなんか時間見て4時ぐらいだな。一人焼き肉ジュルジュル。暑くないですか？もう昨日ほど暑い。あ、昨日より暑いよね。昨日より暑いよ、ね、私山あそこ昨日最高宣言大社いたよ。どこね？宣言大社、あの富士の、あの富士、先住の宣言大社。宣言大社、そうそう、富士山富士山、富士山、富士山本宮浅間大社。え、じゃあ何、あの浅間大社、一番大社のご尊者、富士、富士宮って富士、そうそうそう、あそこまで行ってた。いたいたよ、だから昨日いたよ、土曜日一日。あそこのみこしだ。あそこはもともと浅間大社みこし、富士山いるから一応、その珍しい、その神社みこし持ってない。富士宮のあの大きい浅間大社でしょ。そうそうそう、はいはい、あの富士宮です。みんな来てるね、今から。あとでね、写真撮ってくれって言ってた、うん、そうそう、今、ね、みんなまで揃ったらね、まあ、あのもう揃ってる、みんなまだ来る、もう、はい、昨日宣言大地入ったよ。行ったの？行ったよ。あ、どうぞ、見た見た見た、うん、どうぞ。でもその町は、もともとみこちがない。これから、出すことになる、話やった。呼ばれて行ったの？まあ、沖縄イベントあったから、浅草の方、おみこち行こう思ってたんですよ。あそこ、ごめん、はいはい、はい、ちょっと座りよう。もしもし、あ、私も聞いた。グレープフルーツだ。これは俺もいける。エビじゃないですか。いや。10年ぐらい前です。高いよ。
やり方かわいそうなぐらい、うん、ここはもう半端ない、ちっちゃいおじさんばっかり、小さい。アイス食べる方いますか？アイス。中抜けしてる中。いっぱい飲んだ。食べない？あ、食べない食べない。トマト。食べた食べた。飲んで。何でも。もう食べた食べた。飲んじゃう？もうやもうお腹もうやばい。もう食べ過ぎ今日は。もう本当はいっぱい食べてます。あと食べるものやなくて、こう飲み物。ああ。もうお腹本当にもう痛い。やりきり。ノーノーやばいやばい。ごめんなさい、ちょっと失礼、ね、させていただきたいです。結構結構いる。奥さんいる。子供ちゃんは？あ、いますよ。16歳。え？女の子。あ、そう。あ、大きな子も持ってますよ。持ってるよ。あ、あんまり好きじゃない。好きだけども、今、私遠いところばっかりで、もう2人でも無理。だから、彼女を家の周辺によく行きますよ。友達ととか。たくさん行きます。そうそう、カスワ。カスワだよね。あそこもその周辺祭りあると、まあ、出勤、近所の子供たちと一緒に。うん。ちっちゃい頃、私もよく連れてていたよ。はい、まあ、近いところ場合はね。はいはい、遠いところ、もう子供はもう無理。無理。私のやり方も無理。あ、一日ちょっとだけ帰るやなく、私は。はいはい。宮崎、宮入りやから。私もクレイジーだから。クレイジーね、クレイジーね、クレイジー。クレイジーです。だから子供はもう本当は、まあ、無理。お嬢さんか。お嬢さんも有国産。綺麗だね。か、ビューティフル。綺麗。美人。美人美人。かわいい。かわいいだよね。あと結構背が高いし。あ、本当に。私のもう同じ身長ぐらい。え？あ、そんなある？はい、ありますね。でモデルかなんかやればやってる？うん、あ、やってないじゃん。ちっちゃい頃よくやった。そうでしょ？子供の服。はい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 、今もう長期にはもう同じ戦略だ。いいね、羨ましいね、うん、いいお父さんしてるんだ、まあ、偉いね。ありがとう。はいはいはい、まあ仕事頑張るね。うん、大変だ。でも仕事やりながらやってるでしょ。ああ、もうもちろん働かないともう行けられない。言えるね。私もここ終わって仕事入るんですよ。嘘、本当に？それだけ考えた。夜じゃなくて信者仕事をやってると、あと昼間もで2つ持ってます。やってんの？やってますよ。偉いじゃん。偉いはもう、休みよ。それお前そうでしょ。休みの日は私仕事休む、自分で休まない。休まない、休まない。お前それ行くから。家でゆっくりするとはもうできない。偉い。もったいないでしょ。体疲れない。もうすごく疲れる。今までどんどん動く。
あそこの人の戦争はさんじゃん。あそこの人。あ、いるね。うん。丸に水の網。うん。そうだね。これはさんじゃ。はいはい。狙いだ。うん。でまた今度はちょっとあっちこっちやったら。あ、もちろんもちろん。もう今年も何回も。コーラの OB 行くんだ、うんねうん、でも今年はもう何回もでしょ、うん、毎週ぐらい入ってる、ね、入ってるでもこの前先週もあったじゃなかった先週はね、あそこ松戸ああ行かなかった、千葉県か立ち側にあったね、うん、でもその前あったでもどこか今覚えてないけどあったねあった、うん、あったあったでもその前もあったと思いますもう最近だから今日はね、かみさんと子供はお休み、うんね、そうそうまた今度連れてくるありがとうございます、ね、その時に会いましょう行く面白いです、ね、まあこれは楽しいんだって一歩でもちろんまあもちろんかみさん毎年そばにいればなんとか出たとなるかもしれないそう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 でもいくら口聞くと思う、うん、そうだよね頑張ってくるんだ日本何日本13年日本語うまいねまあ勉強してるちゃんとあ今はもう勉強してない正直ねまあ前昔よく大変だったでもねほら毎年毎日までそうそうそうまあこんなに仕様の使い方でももうちょっと勉強しなければいけないと思う書くときやっぱり困るところで書くとそうなんだいくら話してもやっぱり書く仕事違うそうなんだよね喋ればいいけども、やるのはね、うんまあ、こういうふうに知り合ってれば、いろんな方と違うから。まあ、すごいね、友達、どんどん毎回、そう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 私も好きの、昔好きで、うん、みんなも分かってくれて、ね、で、何かあったらお互い助けてくれって、うん、そうだと思います、ね、ありがとう、うん、私、お金がないけど、まあ、私もお金がないけど、まあ、笑顔で頑張りましょう。もちろん、もちろん。でもこうやって意外と知り合いになるからね自然にねまあ雨なよ、うん、それがいいのよ知り合いになるからそれはもうそうこれは昔はそのためになるそう神様の乗り物だけでなる、うん、これもいろいろなのわざとつながるというだからその遠い昔からそういう、うん、そこは昔の素晴らしさだったりもう大丈夫ですこれは昔は、まあ、こんなままでじゃなくて、でも昔に今向こう側の世界にそんな気配を神様もらったものとごめんなさい、呼び戻しちゃったもん神様からもらってその受けた方、人たちに呼び戻していいのは私ながらこれをうまく使ってくださいはいはいかもしれないはいはいはいあるかもしれないそうだねそれまあ一つのと手を入れてもちろんいろんなパターン、いろんな考えがあってでも日本人にとってやっぱりその神輿をやっぱりその神様の乗り物で使ったり、うん、あとこういうみんな集まる場所をみんな支える人と多い人が互いにそれ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 の使う道も千年以上渡って今なおまあ使ったんですすごいよく勉強してる自分より知ってるよあとはねまだ話で。今年のお祭りは台風に当たりそうなんです。嫌な予感がするよね。後半に頭止まってだって去年は今頃台風こんなにできちゃってますってぐらいできちゃうんですよ。まだ一個もないんだよね。だから九州だけ大変なことになって。もう台湾当たるところ。なんだこいつ。
りまくってる、めちゃめちゃ何これ、すんげーうまい。でも普段に食ってもうーんでないだろうけど、普段食っても別に普段普段食ってもわかんない。立ち寄り所、近隣のまた皆様と、一緒に、接待いただきましてありがとうございます。また今日お手伝いで、ね、していただいた方々とありがとうございました。これからまた次の休憩所まで頑張って皆さんにご一目ができると思いますから、本当にありがとうございました。はい、それでは時間です。